こんにちは、ゆかこです。みゆですよーん。今回はゆっくり実況というものをしていきます。みゆもするのだ。それではここで一句。皆様に届ける時間、ごゆるりと。決まりました。ナイス一句。そんな感じで私の趣味は川柳とこけし集めになっております。みゆの趣味は絵を描くことと漫画を読むことかな。どういう漫画が好きなんでしたっけ？呪術廻戦と東京リベンジャーズと鬼滅の刃とブルーロックとスパイファミリーと推しの子。絶対に1位を取るぞと言わんばかりの表情を見せたインクリング。みゆも応援してるよ。皆様の熱い声援を耳に焼き付けていざスタートといったところでしょうか。焼き付けるのは目だけにするべきだね。ということで早速始まりました第1レース。いきなり数々の敵たちとの激しい闘争を繰り広げております。じゃあ、かっこいい。さあ目の前のアレックスの背中を使って一気に加速していく。1位だ。早速1位になりました。1位なのに赤甲羅を所持しているだと？とんでもないです。これはとんでもないようであります。ちなみにあなたの名前は何だっけ？ゆかこです。ゆかこなんだよな。さあ右手に見えますのはマリオが誇る最強の門番ワンワンであります。ワンワン大好き。 TikTok でいつも犬の動画見てるよ。おーおーとここで1位の座を譲ってしまいました。それと同時にずっと寄り添ってくれていた赤甲羅もこの場を去りました。一気に形勢が変わりましたね。じゃあ負けないでー。おっとダブルアイテムを取り逃しました。その結果出たアイテムがうおーおー先ほどもうお前のそばには入れねえよと言わんばかりにその場を去っていった赤甲羅が帰ってきました。熱い。これは熱いです。だがしかし目の前の敵はしっかりと防御アイテムを身につけている。この状態ではいくら帰ってきた赤甲羅とはいえぶち当てることができません。絶対絶命だ。青甲羅を。これは青甲羅を待つしかないのか。運任せなんて見るは嫌だよ。おーおーっとここで痛恨のダートイン。タイヤに草たちが一瞬まとわりつく形となりました。しかしその犠牲もあってかクラクションを手に入れております。赤甲羅とクラクション、この二つがあれば敵をぶちのめすことができるのではないでしょうか。いけ、ぶちのめしちゃえ。いや少し待ってください。アイテムなしで抜かせそうな雰囲気出てませんか。これは熱い展開となってきました。頑張れインクリング。ああとここでハンドリングミス。先ほどは目と鼻の先まで迫っていた二人の差が再び大きく開いてしまいました。やはりアイテムなしで抜かすことなど不可能なのでしょうか。目が離せないよ。どこかのタイミングで出し抜いて被弾させたいですねと。ここで謎のくねくねドライバーの出現だ。これは私だけに見えている幻なのでしょうか。そうだよと肯定せんばかりにお化けの出現。またしても最愛のアイテム赤甲羅を失う形となりました。こんなことならこんなことになるなら使っておけばよかった。そう言わんばかりのこの背中とは裏腹にもう一つ赤甲羅を追加サービス。これはもう赤甲羅との運命を感じざるを得ません。そして疑惑のワンワンスルー。さっきのはもう当たってたんじゃないか。そんなことよりミユの喋る好きなさすぎない。うるさいうるさいであります。さあせっかく入れ替わったクラクションと赤甲羅の順番。クラクションであれば緑甲羅を無視して相手をぶちのめすことができます。やったれやったるにゃインクリングか。頑張れ。ここで因をつけたのはでかいチャンスなのではないですかねと。ここでクラクション炸裂。1位です。ついに再び1位へと返り咲くことができました。おっとしかし再び赤甲羅が盗まれる。なんでしょうかこのドラマチックなレースは。もう私目を離すことができません。ミユは普通に話すことができません。うまいこと言ったつもりでしょうか。さあ後ろから来た赤甲羅をしっかりとバナナで防御していく。まさかその赤甲羅我から奪った赤甲羅ではなかろうな。そんな気持ちを胸についに1位でフィニッシュです。以上ゆっくり実況でした。ゆっくり実況はこんな感じでいいんでしょうかね。間違ってるところなどあればコメント欄で指摘してください。指摘指摘な指摘な指摘も指摘な。へへへへ。ということで感動的なレースでしたね。感動したという同士の諸君はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いね。それでは皆さんごきげんよう。